やっぱりタイヤバレドヤおじはパナスに値するんですわ。当たったらバースト外しても継承の時にパナせばでかいぜ。特にリーチ短いキャラの浮き技とかにね。そういう意味では毒マリにも当てはまりは。痛すぎ。即神で 70% 稼がれてて笑う。崖にいるおじさんに投薬をするんじゃない。なんとかジャンプを依存して落ちはしなかったが重傷だぜ。されるがままじゃねえか。おもちゃかこれ。黙れ。どいつもこいつもワンタッチ 70% 稼ぎおって、ガノンもできるし、そもそもダメージ必要ない価値があるが、それはその通りだから魔王様撃墜連携を編み出せねばならない。デリーの時ぐらいに本気出してものにしていけよう。うるさい。簡単にできれば。今度はワンターンでやられてて笑う。チソーレー。おらー、何のクソザコ復帰を狩ればこんなおっさん。ホワイトさん復帰もうまいんだよな。今の引いてから上回避はなかなか見やりおる。で掴まれてますが。お待ちください。あの連携を3回続けられて負けるなんて失態あってはならないことよ。なんて言ってる間に着々といいダメージになってるぜ。まずい。まずここの着地を確実にしろ。ほらとりあえずブーファンで撃墜。このダメージ帯になるとウェディーぶっぱが怖くなってくるところ。カプセルに当たっても死にかねないぜ。漏れるなあかん。だが外れたぜ。さあ、何の救いもねえスマッシュだな。おい、お返し、返しやるやん。お相手さん、完璧だぜ。トルネードの後食上挟むなんてわかってる。しまった。だがこれはさすがに帰れないぜ。けどなんだかんだストック同じにまで持ち込んだおじさん。ここ下投げやらウェディに引っかかるなよ。もちろん、ここに来て冷静な魔王美脚を意識していくわ。それが足ですか。言ってね。これだからこじらせゲーマーは面倒くさいんだよな。何の行き先勝負なんてビップ以外存在しないのよ。連戦でぶちのめしてこそ真のジジカラがわかるというもの。お馬ごたくはいいから戦えや。ほらー、いい展開だぜ。じゃあ優勝したこれ。一回通しただけで嬉しくなってんじゃねえ。この回避が出たくなる場面でバクアド稼ぐのがたまらないんですわ。ちょっと怪しかったが一気に 60% 稼いだぜ。基礎値はできなかったけど展開もいいのがポイント。2回目だぜ。お返しします。いやさっけー。さっきとは打って変わって完全に逆の立場だぜ。いつでも逆になり得るのだな。おう、ちょっと聞いてみたいでしょ。はい、いきます。せーの。バブルの音。さっき負けたとは思えない戦いをする魔王様。ちなみに次3試合目は3分戦った末に下投げウェディで負けました。許さねえ。